これ前にも言いましたけど、ロシア軍のね、兵器って、やられるとですね、もうそれで終わりなんですよ。ドーンとやられちゃうんですよね。中に乗ってる人もみんな、もうほんと戦死してしまいます。ウクライナが今使ってる西側の兵器っていうのは、やられてもですね、中の人無事なんですよね。ロシア軍これ T80 だろうが、T52 かな、うん、だろうが、古い戦車だろうが、新しい戦車とか、全部同じで、やられるとロシア軍の戦車ってドーンともう本当に、びっくり箱みたいな感じで、もう中全部吹き飛んでやられちゃうんですよ。これもう最新式戦車でも全部同じだそうです。西側は逆にレオパルトとかね、やられてる絵をなんかいっぱいロシアのほら、プロパガンダアカウントとかメディアが流すけれども、あれ、やられてるけど、中の人、大体無事なんですね。だから、好きなだけ拡散したらいいよってウクライナ側の人言っててね。どうせ中の人無事で、その人たちがまた新しい戦車を攻撃するかって。ロシア軍はさっきのね、渡辺さんのツイートにあった通りですね、練度の低い部隊ね、これ渡辺さん言ってるんですけど、損害は練度の低いロシア軍に圧倒的に多いということで、練度の低い部隊がだから逆にはどんどん増えることになってるんですね。昨日の動画でも私言いましたけどね、ウクライナ軍はロシア軍をもう撃破しつつですね、人的リソースを削りに行ってるわけですよ。人的リソースを削るとまた練度の低いやつが補充されるんで、練度の低いやつはまたやられるんです。加速度的にやられていくわけです。これが勾配ついてる。これISW が言ったよね。はい。なんちゃら勾配って言ってましたけれども、ウクライナ軍は逆にですね、やられてもやられても、ベテラン兵が育っていくみたいな。要は、レシオで言うとね、負傷者17人ぐらいに対して戦死が1人出るぐらいの感じなのが西側装備なんですよね。ロシアは負傷者3人あたり多分1人ぐらい戦死してしまうぐらいの病院とかのね、野戦病院の仕組みとかも全然なってないとかいろんなこともあるんですけど、そもそも兵器の脆弱性でね、人がやられちゃうということですので、これをだから繰り返していけば、どんどんその差が広がっていって、どっかのタイミングでね、この均衡が崩れると一気にやられると。まあこれ、累積戦略ってやつですよね。通商破壊なんかの時にやるんですけど、一隻や二隻商船沈めたってさ、ね、その瞬間に経済がおかしくなったりはしないんですよ。でもずーっとやってるとおかしくなるの。今のほら、ルーブルレートみたいなもんで。去年スイフトね、ロシアが締め出された後、ロシアは経済制裁のね、勢いを、まあ、なんとか、削ぎ落とそうとね、緩和しようとするために、ものすごい資本取引規制を導入するわけですよ。ルーブル自体を取引させないっていう手に出て、それでルーブルのレートを守ったんですけど、そこまでギュッて絞ってももう維持できなくなってきて、今年入ってからルーブルって暴落してますよね。で、あの時経済制裁なんか効かないってやめちゃえば、ロシア楽勝だったんですけど、やめなかったでしょ、西側。やめないでずーっとやってたらやっぱここへ来て効き始めて、で、これでもうルーブル暴落するともう戻ってこれないかもしれないですね。ということなんで、これまさに累積戦略ね。やった瞬間はあんまりなんかこう影響、あれどこに出てんのみたいな感じなんですけど、ずーっとやってるともうね、回復不能のダメージになっていくと。まあそんな感じです。渡辺さんも本当におっしゃってる通りですね。損害は練度の低い部隊に多いということです。この件に関してですね、私がいつもフォローしてるね、テンダーさんですね。テンダーさんがですね、非常に示唆に富んだですね、ツイートをしてます。これさっきの T90 の話なんですけどね。T80 とか T90 の話ね。普段は生々しいビデオは見せないようにしてるんですが、今回はちょっとそれを見せて、重要な点を指摘しますというふうに言ってます。で、曰くですね、ロシア軍の T90M ね、これ最新型戦車です、ロシア軍のね。これが攻撃を受けました。敵の発射したものがですね、おそらくこれ対戦車ミサイルかなんかだと思うんですけど、弾薬庫で、火災を引き起こしましたと。で、数秒以内に乗組員全体が火炎に包まれ、乗組員3人中2人がこのまま、焼け死んで、脱出した1人も、まあ、完全に焼かれちゃったと。彼は文字通り衣服を焼き尽くされたと。おそらく彼も死んでしまうでしょう。で、T72、T80、T90、あるいはその派生系、そういうの一切関係なく、ソ連、ロシア製の戦車は、西側戦車とは異なり、被弾時の生存率が非常に低いと。要は武装した棺桶なんだね、いうことなんです。したがって、損傷したレオパルト戦車の写真を好きなだけ掲載し続けることはできますけれど、ウクライナの乗組員が生き残り、次の戦車を手に入れることはかなり確実だと。しかし、ロシアの乗組員はですね、まあすぐ灰になってしまった。攻撃されたね。文字通りウクライナの土壌を肥沃化させていると。灰になってね、土に帰っていると。このため、西側戦車を納入することっていうのは、まあ西側戦車を使うことってはとっても重要だったんですということは、今の私の話です。これはテンダーさんが解説してくれているということですので、まあこれ渡辺さんも言ってましたよね。戦って連動が上がって、それでね、死なずに戻ってきて、また戦うと。これ繰り返されるとやっぱきついんですよね。で、そういう意味で言うと、ロシアは、精兵がですね、いわゆる精兵が、まあ最初のですね、キーウの攻略戦でだいぶやれちゃいましたよね。プーチンが一般の兵隊信じてなくてね、特殊部隊をまあかなり荒っぽい使い方したんで、別に特殊部隊は戦闘能力が高いわけじゃないんですよ。特殊な作戦ができるから特殊部隊なのに、まあそれをまあ平場の戦場に投じてですね、まあまさに文字通り大砲の肥やしにしてしまって、で、ただでさえ少ないところをもうどんどんこうやってウクライナに削られていっているというのが現状ですので、これかなり厳しいのではないかと思います。